そ皆さん、ムジカサン炭治郎です。私はメゾソプラノの小木里紗子と申します。現在マテキ公演の真っ最中です。私たちこうして衣装を着てもうダーメ役でやらせていただいてます。ではまず自己紹介をお願いします。はい、ダーメ1をやっております、伊藤恵理子です。で私がダーメ3役をやらせていただいてます。伊藤さん、はい、今ダーメの出番、一幕のダーメの出番が終わったばかりですけれども、はい、今のそちらの感想を聞かせていただけます。大事な山場が終わったのでものすごくほっとしてます。セリフが終わったので、はい、早口です。そうですね、ものすごく噛まないように噛まない頑張りました。でも第2の山場がまだ、そうですね、はい、まだ2幕の今度は早口がまだ残ってますので、はい、こちらも2幕も楽しんで、そうですね、みたいです。楽しみます。なんか今回衣装もすごく、そうですね、楽しくて、まあ、こんなね、なんかちょっと綾波レイクの人にもね、綾波レイだ言われちゃったので、はい、毎回素敵な衣装をいただいて、それに合わせてメイクも今回バッチリ、はい、ちょっと怪しげなね、そうですね、雰囲気が出てるといいですね。出てますかね。出てますかね。はい。とてもね、ダーメらしくね。はい。あと、やっぱりオーケストラの、あ、そうですね、おかげで今回も素敵なオーケストラが来ていただいて、と聞き惚れちゃいけないとか思いながら、歌のタイミングを逃しそうで、あ、とか思いながら、はい、頑張りました。本当素敵なハーモニーでね、やっていただいて、はい、ありがたいと思います。ありがたいです。はい、じゃあ、音楽を、ね、今も頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。